本業の政策局情報通信課長杉田孝之様より新年のご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、明けましておめでとうございます。ただご紹介いただきました経済産業省情報通信機課長の杉田でございます。今のお話にもございましたように、昨年後半特に悪いニュースばかり毎日毎日聞かされました。非常に皆様の経営の状況というのも過酷な状態に陥っているというふうに認識をしております。先ほども私もございましたように、私もといたしましても、何としてもその当面の急場を失わないということで、緊急保障制度の対象に、この業界の関連する部分も加えさせていただきまして、まさかの時の対応が取れるということをしたわけでございます。それに加えまして、やはり大きな企業におかれましても、この金融収支というのが大変顕著に見られておりますことから、さまざまな手段を使って、なんとかこの経済の血液であるお金をうまく流すようにしていくということで、政策投資銀行による CP の買い取りとかです、そういうことも含めまして、血液が流れていくような仕組みというのを作り、それを上手に運用していくことによって、まさかのことが起きないということに全力を挙げております。また経済対策の補正予算、そして新経済成長戦略、あるいは税制措置、こういったようなものも次から次へと送り出して、少しでも皆様の経営の状況が良くなって、そして明日に向かった投資ができるようにということに力を尽くしておるところでございますので、また引き続きご協力をお願いをしたいところでございます。さて、今年この1年どんな年になるかと、やはり非常に厳しいスタートになっていることはこれ間違いないわけですが、いくつか明るい話題も出てきているのかもしれないというふうに思います。ちょっと今日はあまり調子が良くないようですが、このところ数日間、日経平均上げ続けているという状況にございまして、少しこれからの経済への期待という気持ちがだいぶ出てきたのかなというふうにも思うわけでございます。あるいはその去年の後半、あまりにも毎日悪い話を聞き続けた皆さんがですね、少し悪い話題が、年末のお休みもございまして、年末年始のお休みもございましたから、少し少なくなったというようなことで、若干こうほっとしたところもあるのかもしれません。そういった気分になるぐらい、それが株価を押し上げているのかどうか分かりませんが、そういう少し悪い情報が少なくなるだけでも良くなったような気になるというのが今年のスタートであるのではないかという気がいたしております。海の向こうでは、先ほどもございましたように、新しい大統領が就任式を1月20日に迎えます。これは日本人とアメリカ人随分感覚が違うところがございまして、私もちょうど16年前でしょうか、クリントン大統領の就任式の頃にアメリカに起こったわけでございますが、非常に経済の状況が悪かったわけでございまして、だけれども就任式のようなお祭りが首都でありますと、これが全国から人が集まってきて大変なお祭り騒ぎになる、なんかとても景気がいいような気分になるんです。で、実際クリントン大統領が就任をされてから急激に景気が回復したということがございました。今回どうなるか、これは神のみぞ知るでございますけれども、またやはりアメリカ人の気質といいますか、そんなに長い間我慢できる人たちじゃないですから、これをいい方向に私どもとしても使っていきたい、まさにピンチをチャンスに変えていきたいということでございます。それからもう一つは、やはりこのピンチをチャンスに変えていこうということで、これまでのどちらかというとお金中心の資本主義というのがどうもうまくいかないじゃないかということが昨年特に露呈をした、お金中心、金融資本中心の資本主義というのがうまくいかない、そしていろんな情報に、
いろんな情報にいろんな人が反応して、ないものがあるかのような気持ちになっちゃう。これが